どうも、カブトです。ただいまの時刻3時43分、気温が 33.4 度ですね。設営完了です。今日もね、ちらっと赤い橋が映ってますけれども、カツラに来ております。4回連続のカツラですね。カツラは何回来ても飽きませんね。ただね、今日もね、雷雨の注意報が出てるんでちょっと心配です。前回大変でしたからね。そういうわけでですね、今日はこんな感じで貼っております。パイクスピークのスクエアタープとコールマンのツーリングドームの組み合わせですね。今日は桂の夜の風景をねゆっくり楽しみたいんで、タープを小川の変形張りにしまして、まあサイドというかね、フロントを大きく開けました。これでしたらね、多少の雨風でもシェルターになってくれると思います。しかもね、自分で言うのもなんだけどね、かっこいいね後ろから見るとこんな感じですね。これならね、雨水もねたまらないで流れてくれると思います。言うの遅れましたけれども、桂の広場じゃねえすからね。桂の広場の反対側の河原ですからね。桂はね、今日もキャンパーさんで賑わってますね。それでは道の駅桂に乾杯しましょう。今日もキンキンに冷えてます。第一、お疲れ様です。ああ最高。今日も幸せをかみしめるいっぱいだな。ソルキャンプ最高。うめえ。今日はビールがうまいわ。今日の一発目はね、これ行こうと思ってんすよね。キンキンに冷えたビールにはやっぱりこの熱々の唐揚げでしょうね。今日はね、唐揚げをこの油淋鶏のタレでねいっちゃおうと思うんですよね。まずね、油淋鶏に使うこのネギを切っていきましょうね。京都府産九条ネギ、これ前回もね使ったんですよね。ベーシアで買ってきました。最近ね、ベーシアね刻みネギ売ってねえんですよね。なんかね、ここのとこずっとネギ切ってますね多めに切っとけば、あ、ちょっといろいろ使えますからね。2本目はゴールスターいきます。暑いからビールうまいね。唐揚げは皆さん何味が好きなんですかね。シンプルにねレモンかけて食べても美味しいですよね。そろそろ油いいかな。トレー持ってきましたからね。第一陣あげてみて。お、いい香りがしてきたな。その間に3本目いきますね。3本目もゴルスターです。今ね 32.3 度なんですよね。今日はねビール日和ですね。あーうまい。さあ鶏からの油淋鶏、どんな味になるんだろうな。
楽しみです。盛り付けていきましょう。この香りをお届けできないというのは非常に残念です。はい、完成しました。こっちが油淋鶏で、こっちがマヨカラですね。これは全然負ける気がしないっつうやつですよね。これはやばいでしょ。いただきます。4本目もゴルスタです。よし、どっちから行こうかな。油淋鶏か、これね。油淋鶏ネギ乗せるか ね、 これね。よし、ネギをこんな感じで乗せて行ってみましょう。あ、やば、これすごいやばい、これやばすぎ。これどっちがうまいと思います？油淋鶏これすごいうまいですよ、これマジで。これね、油淋鶏もう一個いってみますからね。これね、これ素晴らしい味ですよ、これ。これいやー、油淋鶏これうまい。マヨから勝ち目ないでしょう、これ。男のロマン、いってみますね。マヨからもうめえ、さすが男のロマンだな。油淋鶏に負けてねえっすよ。判定はこれドローですね。男のロマンもやっぱりうまいっすよね。やっぱりマヨからはうまいっすよね。今日もマヨネーズはベーシアオリジナルの白キャップです。ラスト1個になってしまいました。あー、うまい。今宵も楽しくなんだろうな。ただいまの時刻5時39分、気温は 28.8 度ですね。今からね、レントにシフトします。ウェルキンソン赤も持ってきましたからね。氷も忘れてねえっすよ。グラスも絶対忘れねえっすからね。道の駅桂の対岸に乾杯。あー、うまい。レント最高。まだこれね、5時43分なんですよね。時間早いんですけどね、ちょっとね、今日飛ばしてますね、今日はね。大丈夫かな。今日は激震はねえですからね、変な期待しないでくださいよ。今日はこれからですね、このね、レントのお供を作ろうと思ってるんですけども、ちょっと挑戦したいものがあるんですよ。それは何かと言いますとですね、餃子です。餃子ってね、意外と難しいんですよ。フライパンにくっつかっちゃったりね、焦げちゃったりとかね、意外と難しいんですよ。多分ね、キャンパーの皆さんもね、薄々気がついてると思うんですよ、餃子の難しさに。まあ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 、あのテフロン加工のね、フライパンとかね、持ってくればね、まあ多少はうまく焼けるんでしょうけれども、今日はね、岩谷のコンパクトバーナーでね、餃子を作ってみたいと思います。焚き火で餃子が焼けるようになったらね、それはね、もう神の息でしょうね。それではいきましょうか。レシピ通りに行きましょうね。そしたらですね、中火で約6分、羽全体がきつね色になるまでじっくり焼き上げます。でね、中火とは
炎の先がフライパンの底に届く程度の火加減ですって書いてありますね。約6分ですからね、ちょっとレント飲んで待ちましょう。焦っちゃいけないですからね、じっくりいきましょうね。今日はね、天気予報では雷雨、雷予報が出てたんですけれども、ちょっとずれたんかもしれないですね。こういう時はありがたいですね。6分経ったんですけれども、このねレシピのようにね、羽がね焼き色がつかないんですよね。もうちょっと待ってみましょうか。そろそろ行ってみますか。はい、焦げました。いいんです、想定内です。焦げも調味料です。美味しくいただきましょう。ついてきたタレにラー油をプラスします。ラー油をプラスして生ニンニクですね。ガツンといきましょうよね、ガツンといただきます。どれどれ、これ一番焦げてるやつからいこうか。これ真っ黒に近いですよね。意外とこういうのがうまかったりするんですよ。これこんな感じでね、ニンニクとラー油をつけて、せんべいみたい。うん、あ、でもちゃんとした餃子だねこれね。うん、どうやったらうまく焼けんだろうな餃子って。これなんか皮ないもんね。これは重症だな。重症ですよ。あー、でもうまいわね。うん、うまこれ。どうすか、意外とまともですよね。ちょっと焦げてますかね。この辺がつくと普通ですよね、これね。普通の餃子です、これ。うまいな、やっぱ餃子な。でもね、今回これ餃子ね、失敗しましたけれども、チャレンジはしましたからね。何事もそうじゃないですか。チャレンジしたからこそ、失敗があるんじゃないですか。だから、いいんです。チャレンジしてない人は、失敗を味わえないんですから。失敗はチャレンジしたからこそあるんですね。そう思いましょう。天気予報これ外れたか？今日の勝ったら最高じゃん。ただいまの時刻8時49分。気温がね 25.7 度です。どうすかこれ、生ハムにこれサラミ入りチーズですね。で枝豆とおつまみ3点セットですね。焚き火も調子いいですね。今宵も語らないと楽しくなってきましたね。生ハムにこうチーズをこう巻いてね、
こんな感じで。あーやーば、あー最高。これ生ハムにチーズやべえんじゃねえのこれ。これはやばいでしょ。こんな感じでね、うまただいまの時刻11時42分。気温が 32.6 度ですね。いやー落ちてました。久々に寝落ちですね。ちょっとね、今日昼間から飛ばしすぎましたかね。ちょっと気持ちよくなってね、目つぶったら落ちましたね。やべーす。それでは上がり行きましょうね。今夜の上がりは丸太ラーメンで締めたいと思います。今夜はね、締めのラーメンというよりもね、寝起きのラーメンになってしまいましたね。そしたらですね、具材の3種盛りね、チャーシューに煮卵にメンマですね、これを盛り付けていきます。なんとか完成しました。丸太屋ラーメン寝起きスペシャルですね。いただきます。チャーシューね、寝起きラーメンうまいな。今日は完全に落ちましたね。時間はね、12時回ってます。これ完全に深夜ラーメンですね。マルタイ美味しかったですね。今日は初めて寝落ちしましたね。今日は暑かったんでね、ビール5本ぐらいあげてましたからね。これからね、ちょっとね、飲みすぎ要注意ですね。完全にね、ワープしましたからね。やべえっす。今夜はね、焚き火を眺めながら、もう少しね、レントをちびちびやってのんびりして休みたいと思います。それではおやすみなさい。また明日。おはようございます。ただいまの時刻5時18分。気温 24.8 度ですね。天気予報少しずれたみたいですね。今日はですね、雨予報だったんですよね。今日もちょっと早起きしてアイスコーヒーでも飲みましょう。いや昨日は飲みすぎたな。
5時49分、気温 25.5 度、朝焚き火開始です。コーヒーいきましょうかね。今日もバリスタです。昨日はちょっと飲みすぎたな。暑かったんでね、ちょっと全般ねビール飛ばしすぎましたね。やっぱりね、暑いとね汗かくんでね、ビールがうまいんですよね。ついつい飲みすぎてしまいますね。それでは朝ごはん行きましょう。今日は明太マヨのパスタいきます。スープはですね、マルちゃんのワンタンの担々スープですね。サラダは毎度おなじみ黄色い札のトマトとオニオンのサラダですね。担々スープ、これね明太マヨに合うと思うんだよね。もういいんじゃねえの？茹でたて、これがうまいんだよねパスタはね。あとは明太マヨ混ぜるだけだな。よし、わあうまそう。完成ですね。明太マヨと担々スープのモーニングセット、道の駅桂の対岸スペシャルですね。いただきます。走り行っちゃいましょうね。今日はね暑いんですよ。これ見えます、これ汗だくです。うん、うまいな。うん、今日はマヨネーズ忘れてねえですからね。朝のサラダはいいな。明太マヨ、トッピングにね、海苔がついてましたね。担々スープいってみますね。あっちゃ、あ、ちょっとピリ辛なんだな。うん、ごちそうさまでした。朝ごはんも食べ終わったんでね、焚き火が落ち着きましたら撤収の準備に入ります。この時間が一番テンション下がりますね。まあ致し方ねえす。始まりがあれば終わりが来るんですよね。ただいまの時刻7時55分、気温 31.3 度ですね。撤収完了です。またまた風が出てきましたね。川風はね
吹き始めるとどうしようもないんですよね。今日でね、カツラ4回連続なんですけれども、何回来ても飽きないですね。今月はあと1回ぐらいカツラ来るのかな。カツラといってもカツラの対岸ですね。また赤橋に会いに来ます。それではまた次のフィールドでお会いしましょう。カブット TV でした。暑いからといってビール飲みすぎると寝落ちするぞ。気をつけろ。